それではいよいよ雪下ろしのスタートです。どうもありがとうございました。陸上自衛隊の皆様が運ばれた雪は来月4日には大小の雪像として生まれ変わります。どうぞ怪我などのないよう雪像作りにお取り組みください。以上をもちまして第70回札幌雪まつり雪輸送開始式を終了いたします。本日は寒い中ご出席いただきまして誠にありがとうございました。